はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、そして明日はメンテビになりますので、更新情報を見ていきますか。はい、まずは課金イベントということで、まあ、今回は参加券あるんで仮想の集い、そして招待券もありますね。あ、これもしかして毎週になりますか？仮想の集いと美少女楽園、はい、どちらも今実はこの各ガチャのここのページに次期入手可能な副賞ということで、はい、次回どういうキャラクターが来るかっていうのがもう載ってるんですね。はい、で、まあ、美少女楽園の方はナタがかなり UR1000 の中では おすすめ度が高くて、で仮想の集いの方の次期副賞に関しては、まあ、こちらの方は SSR から取れる副賞ちゃんたちが次回は並ぶってことで、うん、またこれはあれですかね、メンテ開けたら動画作りますか。どの副賞の SSR 魔法徳とかがかなりレアですね、おすすめですよみたいな話していきたいと思います。そして花の水引きだったり絆の水引きなんかも引き続き販売されるということで、で明日どうなるんですかね。新キャラではなさそうな気がしますが、再販キャラクターなのか、まあ、とりあえず絆の水引き大束に関しては2倍チャージぐらい課金効率いいので、まあ、純 MR キャラクターもし欲しいのいたらこちらおすすめですね。まあ、あと招待券パックだったり参加券パックなんかも一朝一夕のおみくじなんかを使うより課金効率良くなってますんで、欲しいキャラクターがそれぞれいたらここら辺からの課金はありかなと思います。で花の水引き大束小束に関しては課金効率悪いのでおすすめできませんね。さあ、そして百花美人ということで、あ、細分岐来ますね。はい、ということで百花美人のここの限定ガチャのラインナップ、今回陳旧から、はい、ちゃんとその次細分岐まで来てくれました。はい、順当に来てますね。で細分岐に関しては百花美人の今の限定ガチャの中でも、まあ、総合ランク SS ということで、まあ、同じ SSR キャラクターの中でも取得優先順位めちゃくちゃ高いキャラクターで、まあ、まずスキルで奮起というバフを味方3名につけることができて、全く登用してから育成しなくてもこのバフは使えますので、まあ、味方の視力を強化することができるというのと、奥義面においても、はい、細分岐ちゃん SSR2 体で解放できる HP6000 と回避値レベかけ30上がる奥義だったり、はい、あと砲術防御力が上がる奥義、あと命中と防御貫通の奥義に2種類絡んでおり、これも解放難易度めちゃくちゃ優しく、で最強クラスの体力奥義にも絡んでいると、はい、ことで奥義がめちゃくちゃ優秀なキャラクターになってますんで、はい、少し高級ガチャ券を多めに使ってでも今回無料でゲットしておきたいキャラクターになりますね。さあ、そしてラッキースターということで、今回は直江兼次、孫権、加田、東方、昇華が一斉に登場ということで、はい、今週の上杉たちのラインナップから次しっかり直江兼次、孫権、ここですね、ラインナップ来てくれました。で今回のおすすめ順としては、はい、まずは何といっても直江兼次、はい、体力レベかけ100上がる奥義に絡んでいたり、物理砲術防御力ガップする奥義や、まあ、防御貫通系奥義等々無課金でも解放できる奥義複数あり、まあ、ちょっと二次キャラクター一体必要ですが、白鬼と絡んだ奥義なんかも HP10% の攻撃力 10% かなり強い奥義、はい、あとなんといってもスキルで味方の主力に対して援護をつけてダメージカット 50% つけることができるのと、ダメージ反射も 50% と、しかも相手の主力を目前にできるっていう、これも全く育成しなくてもめちゃくちゃ活躍できるバフだったりデバフを使えるキャラクターになっているので、もう金継ぐダントツナンバーワンですね。であと孫権と加田が競っており、まあ、孫権の方は UR3 体で攻撃力 4% と防御貫通 80%、 あと課金しないとゲットできない損傷効が絡んだ奥義があり、物理会心ダメージ、はい、武将を使ってる方は欲しいですね。ただ課金しないといけません。はい、一方カダの方は課金しなくてもここら辺の HP8% アップとか HP 最大回復率 1.5 とか、はい、攻撃力 6% 砲術防御貫通130と、まあ、防止向けの奥義なんかに絡んでいたりしますね。はい、あと MP が上がる奥義なんかもありますね。はい、防止の場合カダ、武将の場合で課金してたら孫権といったところでしょうか。はい、で東方に関しては先ほどの MP10% カダと同じ奥義に1個絡んでるぐらいですかね。はい、で昇華に関してはさっきの直江兼次のとこの白鬼と絡んだ HP と攻撃力が 10% 上がる奥義がありますが、まあ、それ以外はどれも難易度が高く、直江兼次の奥義を目指さない限りはおすすめできません。はい、兼次優先ですね。さあ、そして遊園地スタンプまた始まりますということで、こちらも、はい、こちらの少女の出会いという混沌装備ですね、まあ、最終的には1000円装備になる装備を集めるためのガチャ、普段確率なかなか渋いですが、まあ、この確率で素材ゲットできなかったとしても遊園地スタンプ期間中はこの遊園地スタンプっていうのをゲットして、それを遊園地プレゼントに変えることで混沌素材と交換できる、こういったアイテムですね、ゲットすることができるボーナスがつきますので、まあ、原本を使った混沌素材の集め方としてはトップクラスにお得な集め方になりますのでおすすめですが、まあ、無備課金のプレイヤーさん今次回反響なんかでも混沌素材もらえるようになってますんで、まあ、無理してここに原本を使う必要はないかなと、まあ、急ぎ目で混沌素材集めてる方向けのお得なイベントといったところでしょうか。さあ、そして美少女楽園ということで、まあ、こちら先ほど見ましたね。はい、そして仮想の集いも、はい、先ほど次期候補に上がってた副賞ちゃんたちが来るということで、毎週になりますかね。廃課金目線だと奥義がめちゃくちゃ揃えやすくてありがたい。さあ、そして星の羅針盤が来ますが、こちらのガチャに関しては、はい、こういったガチャになっており、右上にある星岩石だったり星岩石のかけらを原宝で集めていって、そのアイテムを UR1000 や UR や SSR のカプセルと交換することができると、はい、こっちで、まあ明日まだメンテ開けたらどんな副賞がカプセルに入ってるか、おすすめいるかどうか一緒に見ていきますか。まあ一応 UR1000 の
カプセルの中身は決まっていて、埼玉五一、城賀、風魔、小太郎、島津、吉弘、井伊、直虎となってますが、特にこれといって急いで取るべき UR1000 の副将ちゃんはいない状態ですかね。はい、 SSR と UR 明日以降見ていきますか。そして風間意表ということで、こちらは祝儀風になりますね。はい、160円で毎日60元宝、高級育成炭5個と費用の箱1個が7日間もらえますよとなっており、費用の箱の中には特に恋文がこのゲームの中で一番安く課金する中では課金効率よく集められるものになっていますので、はい、超絶おすすめ課金イベントのうちの一つですね。はい、そして水筒強制ということで、はい、こちらに関しては期間中毎日600元宝以上の購入、まあ、つまり1200円購入を5日間繰り返すと、まあ、萌え姫パックというアイテムがもらえて、まあ、この中に SR のキャラクターが入ってるんですが、はい、超瞬化っていうキャラクターですね。この超瞬化っていうキャラクターがここでしかゲットできないキャラクターになっているので、まあ、超瞬化欲しい人は意識的にやるっていうようなところですが、まあ、そこまで奥義にめちゃくちゃいいものに絡んでるキャラクターでもないし、 SR のキャラクターなんで、はい、基本意識しなくて OK なイベントですね。そしてお土産販売車ってことで、お、なんか新しいの来ましたね。チョコメちゃんがトラックでホーム画面に突っ込んでくるお土産販売車、今回は4段階グレードがあって、糖蜜の桃汁とパリパリ桃おやつとキラキラ糖よ糖尿、ちょっと読めませんね、から最後甘桃の正常、ちょっとこれも読めませんね。これお酒っぽいですね。なんかチョコメちゃん結構お酒で締めますね。この前のバレンタインもそうでしたが、はい、これもおそらく一番上が160円で、そこから1200円だとか、まあ、3800円、6100円だとか、11800円とか、まあ、そういった課金帯でそれぞれアイテム入ってますが、まあ、これ多分よくある4グレードの販売価格帯のやつと中身一緒ですね。一番上のこの白桃の缶詰のやつが、この下のアイテムがランダムドロップって扱いなんで、まあ、ここ椿翡翠とか MR 結晶なんかが当たればめちゃくちゃ課金効率が良くなるってやつですね。で、2個目のやつは1種類選べるタイプ、セレクトタイプなんで、そこまで課金効率は良くないけど無難に欲しいやつがもらえると。で、3つ目はランダムドロップですが、はい、ちょっと前のクリスマスの聖夜のキャンドルと同じような中身になってそうな感じありましたね。はい、そういう意味だと課金効率いいのはやっぱり MR 結晶が当たった場合だとか、1万元宝とか遊園地プレゼント、そして神水炭なんかもまずまずよく、椿翡翠もまずまずですね。で、最後こちらに関してはおそらく11800円で、あんまり課金効率が良くないってイメージありますね。はい、ちょっとまたメンテ開けたらお得なやつあるか動画作りたいと思います。そして少女の書斎ってことで、あ、月半ばの少女の書斎来ましたね。6周年スペシャル開催の首相限定アバターがもらえるやつですね。これは、あ、去年ありましたね。プラス少女の書斎ってことで、使った元宝数に応じて覚醒炭だったりコピーの裏紙なんかがもらえると。書斎の内訳としてはこんな感じですね。3000元宝から始まって、最後一番上は20万元宝まで期間中に使えば、まあ、一番目玉としては覚醒炭だったり、まあ、訓練書がもらえるとありますが、まあ、そこまで大量にもらえるわけではないので、このために何か買い物をするというよりは、まあ、期間中おそらく来るであろう帰国士なんかを登用するときに元宝を放出して、気づいたら12万元宝を使ってたみたいな感じで覚醒炭の補充ができるというようなイベントになりますので、まあ、そこまで意識しなくていいかなと思います。まあ、ただ今回に限り師匠ちゃんのアバターがもらえるんで、まあ、この師匠ちゃんアバター少しだけ師匠ちゃん強くすることができたりするんで、まあ、それが欲しい人はって感じですね。まあ、そこまでみんなが取るべきものではないので、まあ、興味がある帰国士とかのガチャ回す予定がある人はっていう感じでしょうか。だ、そして自走通信、あ、来ましたね。公式生放送でも話してたミニゲーム、ソンピンちゃんを操作して次回中の障害物を避けながら進み続けることでポイントを稼げるゲームということで、まあ、より長く生存することでポイントが上がって、そのポイントに応じてデイリー任務だったり、まあ、限定任務のアイテムがいいやつがもらえるという感じになるんで、まあ、ゲーム感覚で楽しんでくださいという、まあ、最近放置処女ミニゲームかなり力入ってて面白いんで、明日開けたらこれやりたいですね。そして次回迷路ということで、これは普通にあれですね、ソンピンの再販ですね。あ、MR アバターソンピンの再販ということで、まあ、ちょっとこれはタイミング的に今帽子は帰国士だったり予期費なんかでいっぱいだと思うので、まあ、本当に廃課金の方で奥義目当てとかで登用する方はっていうぐらいになっちゃいますね。そして警備な修正ということで、ここに来て最上義明のスキルに、あ、説明に不足があった。はい、あ、挙動は変わんないんですね。なら OK ですね。はい、どこが変わるんですかね。ちょっとスクショだけ取っときますか。6周年再ストーリー第10話の開放時間に誤りがあったため、あ、これも大したものではありませんね。はい、とつで以上になりますんで、まあ明日ミニゲームだったり、まあ、あとはここのお土産販売車だったり、まあ羅針盤、あと美少女派遣とか仮想の集いでおすすめキャラクターいるかどうか等々を含めて大きな枠組みで話していきますか。はい、とつで最後までご視聴いただきありがとうございました。おっす。